今回ですね、あの三つ葉のクローバーという曲を、はい、レコーディングしているんですが、はい、そもそもこの曲を作ったのが、はい、もう随分前なんですよね。はい、2004年ですね。2004年で9年前なんですけども、はい、まあ、なぜ2人で、曲を作ったかというと、なんかイベントに、はい、ババコブとして、はい、まあ、出ようみたいな話があって、じゃ あの1曲曲を作って、はい、そこでまあ歌おうっていう話になって、初めて作った曲、そうですね、三つ葉のクローバー、もう飛び入りさせてもらえるということで、楽しみで楽しみで、で僕のまあ家というか、うん、ちょっと作業場に来ていただいて、直前には確かあのメールでいろいろ詩のやり取りから始まって、うん、でテーマをこう見つけるまでお互いいろいろあったんで話してたんですけど、やっぱこうクローバーっていうテーマがある時ポッと出てきて、うん、あ、すごいピースでいいね、平和でいいね、なんか優しいね、でも四つ葉じゃなくて三つ葉から始まって四つ葉になっていくみたいな、うん、なんかストーリーをちょっといろいろやり取りしていくうちに、まあ、メロディーもできて、でその後はこう馬場さんは馬場さんの歌、馬場さんの歌として、馬場さんのライブでも歌ってくれるし、小袋はこう小袋の歌のようにまるで小袋でも歌うっていう、こう2つで共有するすごく不思議な曲でしたよね。うん、その今回はあの僕があの活動17年間のベストアルバムを作るということで、はい、その中 あのレコーディングの中で録音したんですけども、はい、なんかずっとライブではお互いに歌っていたんだけれども、うん、レコーディングしてなかったんだね。レコーディングしてなかった。でも曲ってレコーディングするとなんか一つ形になるんだけども、はい、なんかいつまでも成長中みたいな形でこう漂っていて、今回ようやくレコーディングができて、はい、そうですね、9年かかってるってことですね、うん、曲ができてから。そうで、僕らも9年間、まあ、年を重ねて、はい、今回また三つ葉のクローバー歌ってみて、うん、やっぱり今小渕君言ったようになんか完璧じゃなくてもいいっていうか、うん、あの完全じゃなくてもいろんな人との出会いとか、うん、なんか共同作業の中でなんか力が生まれていくみたいな曲じゃない、うん、そうですね。だから改めて、今もすごく聴いてもらいたい曲に仕上がったなっていう感じ。そうですね、アレンジもいろいろ相談しながら、で昨夜、昨日ですね、はい、昨日もうちに来てもらってでギター弾いてデモテープを、まあ、家で作って、うん、まあ、ちょっと1時2時まで頑張ってもらったんですけど、一緒にやって、昨日は小渕くんが夜食も作ってくれたそうですね、焼きカレー美味しかった、はい、ありがとうございます、はい、で、でもいろんな近況とかも聞いてもらったり聞かせてもらったりしながら、すごいいい時間過ごすことができたんですけども、はい、そういうなんか共同作業っていうか一緒に過ごす時間から、うん、今回そうです、ね、曲が完成して、うん、ぜひこれを皆さんに聞いてもらいたいなと思っています。なんか生まれたあの時のこうババコブって言って、うん、こう2人でギター持ってあのステージに上がったあの時のこうワクワク感みたいなのが今回あのババコブとしてやらせてもらった理由なんですけどね。なんかそうやって生まれたからこの曲はまずババコブで聴いてもらうっていうところでババコブとしてレコーディングしました。はい、はい、楽しみに聴いていただきたいと思います。¡Gracias!
た時四つ葉に変わる。それをたまたま見ていた誰かが少し笑顔